おはようございます。小屋食品の名取です。で今日は定番のきゅうりと鰹節の和え物を作っていきます。よろしくお願いします。お願いします。はい、ではまず最初にきゅうりの下処理の板ずりを行っていきます。この作業をすることで水分が抜けて味が染み込みやすくなります。方法は、両端のヘタを切って、で、全体に塩をまぶして、塩をまぶして両手でこう塩をゴロゴロと馴染ませていきます。で、このついた塩は最後流水で洗い流してください。と、長さは3から4センチに切って4等分します。このように1つを4等分に切っていきます。では最後に、切ったきゅうりに、かつお節を入れて、で、醤油小さじ1から2杯入れて、で、ごま油も同じ量を入れて、そして混ぜて完成になります。きゅうりとかつお節の和え物が完成です。